俺の看板 AWM、ハイドモスコリです。今回はですね、まあ、小屋行動の運営の方が、まあ、正しく、マーケットに開放される、まあ、銃の方ね、うん、出ますよっていう、まあ、匂わせしてましたんで、それについてまとめていこうかなと。それが、ま、こんな感じで、まあ、正しく禁銃開放をしますよと、いう風な感じになっていまして、当てたらなんか、なんやかんや、ありますよっていう、そんな感じになっていたんですよね。で、まあ、1日目のヒントが昨日出てたんですよ。こんな感じで、俺は強いが空は飛べない、お前は弱いが空は飛べるとね、俺が強いがになってるんで、めっちゃ気持ち悪い文章だなと思いながら、まあ、俺は弱いとか、ね、俺は強いとかで検索かけまくったんですよね。フェアリーテール、まあ、前にそのコラボレーションで荒野行動にいたフェアリーテールのキャラクター、そしてまあ、ヒントの分割ね、俺は強い、空は飛べない、俺は弱い、空は飛べるね、多分俺、お前のどっかにキャラの名前が入るんで、分割しないと多分出てこないかなみたいな。一文で全くね、一致するセリフがあるんだったら、多分すぐ見つかってると思うんですよね。まあ、なんで、そうやって文章を分割すれば、Google も気使って、ここ違うけど、こことここでこうだろみたいな感じで出してくれるんで、探しよったんですよ、ね。で、探しよったら、こんな感じで出てきまして、グレーのセリフにあるみたいなんですよね。下の方にね、候補で出てますけれど、ちょっとまあ文章としては違うんですが、あるっぽかったんで、多分これだろうと。まあ、実際のアニメのせいで言うと、こちらですね。俺は強えが空は飛べねえ、お前は弱えが空は飛べる、まあ、こんな感じでした。はい。まあ、ほぼほぼ一致でしょ。まあ、そのお前が、まあ、なんで、ここなんかなっていう。意外と、ありそうでないセリフなんだよな、これ。このタイプのやつ。なかったから、これ何なんだろうみたいな。まあ、その、最初は歌の歌詞かなみたいな思って、フェアリーテールの歌詞、一通り探してきたんですが、なくて。で、セリフだったら、まあ、あるはずだよな、と思って。探していったら、たまたまなんか、人のブログみたいなのが引っかかって、なんか感想ネタバレブログみたいな、引っかかってくれたんで、まあ、今回は分かったっていう感じですね。いや、ブログ側の人ありがとう。マジで。多分、フェアリーテール。まあ、ドラゴンフォースの販売、前にもその匂わせされてましたんで、まあ、このタイミングでまあ、持ってきてもおかしくないと。まあ、全然確定したっていうわけではないと思うんですけれど、まあもしかしたらまあフェアリテールドラゴンフォースの可能性があると皆さん覚えておくといいのかなというふうに思いますね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、 LINE ポイントなぜか配布されませんと。まあ一応何百万ポイント配布って決まってましたからね。はい、使い切ったんじゃないですか多分ね。リサマラスされすぎて使われ切った説あるよね。で、次ですね、最近 HK50 大量に湧いていてうざいと。うざいね。空母式ケーキ感じもうざいけどね、どっちもさ妥協でも使えないんだよな。 MCX とかさ AKα やったらまあ妥協で使えるんですけれど、その2本はもう妥協ですら使えないからね。初動拾ったらさ、マジはもう負けだなって思うもんな。本当に困る。 HK50 跳ね方がちょっと特徴的やからさ、打ちづれし、まあ反動が一定になったって言ってもそれでもランダム性がある程度あるけんさ、打ちづれーって思う。ね、初動拾ったらマジは負けたなって思っちゃうわ、その日本に関しては。まあ、空母式ケーキ感じの方に関してはさ、走ると低いし、打ち曲げるんだよな、めちゃくちゃ。で、次ですね、今となっては当たり前のようになっているから超今更なんですが、お得パック現金購入なんですね、と。いや、マジめんどくさいよね。もう俺チャージセンターしか最近使ってないけんさ、アプリストアに自分今ね、現金支払いを紐付けてないんですよね。払うものがないから、普段。うん。まあ、だけどさ、だるいんだわな、それ来ると。結構めんどくさい。なんでその現金で払って、いろいろせないかんのかな、みたいな。マジで思うんだよね。めんどくせえ、と思いながら。本当にめんどくさい。ガチめんどくさいからな。なんかね、金でなんか表示されるとさ、なんとなくその、現金すぎて嫌な気持ちになるよね。わからん。なんか金券でかかるとったらさ、ワンクッション置かれるけんさ、なんかゲームって感じがするんやけどさ、お金で書かれるとさ、途端になんかさ、冷静になる気持ちわかります？俺なんかそれあるけんさ、なんか、夢中になれんなーって思っちゃう時あるわ。まあ、こういう行動に限らずね、原神とかにもそうやけどさ、現金でさ、そのまま直で書かれとったら、なんとなく嫌だなーって思う気持ちがあるんすよね。なんかその現実に引き戻されるような、そんな感じ、そういう感覚、まあ、それがあったりして、なんとなく嫌っていう。で、あと俺、普段からね、金券自分のアカウントに残したままの状態になっているんで、現金だとさ、二度手間なんだよな。残している金券使えないからさ、そこで新規でさ、課金するのめんどくせんだわ。ね、どうせ俺継続して課金してるんやけんさ、違う場所のね、すでにその課金しているチャージしているさ金券を使わせてほしいなっていう風に、まあ、思う気持ちもあるね。めんどくせえなみたいな。で、次ですね、正当に予言者って AK デザインとか好きだけど投票数少ないなと。まあ実際でもさ、コレクションのさ欄に行ってまで投票する人っていないんじゃない？大抵の武器よっぽどじゃない限りは、基本ね、欲しいと思っていてもそこ飛んで毎日投票しようって思うほど律儀ではないと思うんだよな。まあそういうのはあると思うけど、うん、まあその投票数が少ないからといってじゃあ人気がないかって言われたらまた別だもんな。ていうかさ、あそこにそのコレクターのさ投票新しく作ったんだったらさ、各分野、例えば銃とか車とか服の中で、まあ、その投票数の多い好
キンランキングみたいな、ね、トップ10位を並べたページっていうのをさ、どっかに用意しとけばさ、わかりやすくね、トップ10まではメインで表示されて、一応トップ100まではサブでも見れるみたいな、そんな感じにして、そっからも投票できますっていう仕組みにしておけばわかりやすいよね。別にさ、これ投票されてさ、並んで上位のものが復刻決まりますとか、まあそういうわけにはならないとは思うけれど、まあそういうランキングがあって、復刻されたらそっから一回外れるみたいな、投票数がリセットされるみたいな、そんな感じの仕組みにしておけばさ、まあわかりやすくはあると思うんで、ユーザー側もそのデータとして面白いじゃん。あ、これって意外と人気なんだとか、これ人気ないんだとか、わかるわけじゃん。そうなるとなんか、コンテンツとしては面白いよね。まあただそれはゲームを回す上でのデータでもあるんで、メタデータでもあるんで、それを公表したがらないゲーム企業ってのは多いと思いますから、まあ無理にやれとは言わんけれど。で次ですね、グレがこんなに好きに出ると欲しいとは思わなくなっていたと。まあグレ結構増えましたね、マジで。グレの金額。まあまあいいんじゃねとは思いますけれどね。リュックとかよりはいいよ。リュックとか、仲間とか、刀よりは全然外れとしてはいい。ね、エフェクトもある、ティルログもある、手抜きの刀みたいな金額よりは全然いい。まあそういうなんか全然いい感じのハズレだったら優勢じゃない？そういうハズレが増えてほしくない？っていうふうに俺は思うわ。もう今後もなんかさ、ジュースの金枠とかも出さん？ね、飲み物の金枠みたいな。例えばその、既存のさ、まあコカ・コーラのアクエリアスとコラボレーションして、ね、アクエリアスのスキンみたいな、ジューススキンみたいなね。飲むときに専用のモーションがありますよみたいな。専用のモーションで飲んでくれるジューススキンみたいな、ね。あったら、それはそれで良くない？ね、そういうのとか、ね、金枠のやつだけモーションが違いますみたいなったらいいじゃん。まあそうやってなんか、ハズレでも、まあ割となんか面白い要素を持ってきてくれれば嬉しいよね。で次ですね、最近0時スタートのガチャ多いよなと。まあ多いですね、だいぶ増えましたね。でも平日のね、朝10時スタートよりはね、ガチャに関してはそういうスタートの方がいいよな。なんかその平日の朝10時とかさ、一番ダメな時間帯じゃん。ね、そこにガチャ出してもさ、意味ねえんだからさ。まあ、売るべきガチャっていうのはそういうなんか、ゴールデンタイムとね、言われるような時間帯。まあ、荒野行動で言うね。0時とかギリ入るでしょ。いや、入らんか。ちょっと入るか入らんかくらいじゃないですか。はい。そういう時間帯設定でやった方がいいよね。売りたいものがあるんだったらね。まあ、アップデートやったらね、人が少ない時間帯の方が、まあ、不具合が発生した時に、被害が大きくなりづらいんで、アップデートの場合っていうのは、まあ、そういう平日朝とかの方がいいんだけど、そういうただのガチャの追加とかやったらね、別にバグがそんな色々あるわけでもないし、まあ、そうやって売れるタイミングで持ってくるってのは、もう普通にいいと思うけどね。10時の方がバカやと思う。で、次ですね。マイトピアは家具消化と増殖が簡単にできたので、トピアを重くすることは可能でしたが、サーバーを破壊することは難しいと思いますと。サーバー負荷ね、今さ、荒野ビルドでさ、ボット設置できるんですよね。まあ、一応上限はあるんですけれど、ボット設置一回して、やったそのボットをコピって、コピって増やしたやつを全部コピってってのを繰り返していったらさ、大量のボットを配置できるんだよな。あれトラップ作れるんだよな、入った人に対する。いや、ちょっとなんかね、そこなんか活用できんかなって思う時あるんだよな。で、次ですね、武器スキンや車スキンやね、マップの微妙な段差の改善求むと、まあね、段差引っかかってめんどくせえなってところがあったりとか、あと、この段差パルクールできねえんだっていう段差、もっと高いさ、この段差をパルクールできるのにこの段差はパルクールできないんだみたいなやつたまにあるよね。まあ、それも直してほしいわ。めんどくせえところやなみたいなね。俺それで死ぬときたまにあるもんな。おいここパルクールできんのかよみたいな思って死ぬときとかねあるんだよな。あとパルクール判定さガバになったじゃん最近。それによってさパルクールしたくないのにパルクールして死ぬときあるんだよ。それも地味にうざいね。